ホップキンスビル、ケンタッキー州、ホップキンスビルはアメリカ合衆国ケンタッキー州西部クリスチャン郡にある第二東急都市であり、同郡の郡庁所在地でもある。2010年国勢調査での人口は3万1577人だった。現在ホップキンスビル市がある地域は当初の1796年にバーソロミューウッドが アメリカ独立戦争に従軍した報奨として、受け取った1200エーカー、4 8キロメートルの一部だった。ウッドとその妻、マーサーアンが、テネシー州ジョーンズボロから移ってきて、まず現在の7番通り西とベセル通りの交差点近くに小屋を建てた。続いて9番通りとバージニア通りの角近くに2番目の小屋を建て、最後は14番通りとキャンベル通りの角に3番目の家を建てた。 同年、クリスチャン軍が創設され、1797年に、ウッド家から軍庁舎を建てる土地として、オールドロックスプリングにあった5エーカー、2万メートルの土地を寄付した。1798年までに、木造の軍庁舎、監獄、ストレーペンが建設された。翌年、ジョン・ギャンベルとサミュエル・ミーンズが、クリスチャン軍庁舎のために通り配置を定めた。町は町名を、 ウッドの長女の名前からエリザベスに変えようとしたが、ハーディングにすでにエリザベス、ゲンエリザベスタウンという町があった。1804年、ケンタッキー州議会は、ヘンダーソン郡出身で、退役兵かつ、州議会議員のサミュエル・ホープキンスから、ホプキンスビルと名付けて、町を設立した。その後に、ホプキンス郡も別にできた。ケンタッキー州の他の町と同様、この町でも、 無料の初等教育学校を作るのが遅れたが、土地の出身者が私立学校を組織し、1849年には南県ンタッキーカレッジ、1854年にはベセル女子カレッジを設立した。南北戦争によってクリスチャン軍の中で大きな分裂が生まれた。ホプキンスビルとクリスチャン軍の南軍支持は、 オークグローブ・レンジャーズとケンタッキー第28機兵隊の結成で明らかだった。クリス・チャン軍はアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの出生地であり、地元実業家やプランテーション所有者がアメリカ連合国に金や戦争用物資を寄付した。しかし、南軍がテネシー州に撤退した後、北軍が1862年にホプキンスビルの 北西にキャンプ場アンダーソンを設立した。そこで訓練された兵士が、ケンタッキー第35機兵隊、同第25不評連隊、同第35不評連隊に編成された。戦前は、ホップキンスビルの検察官だった、ジェームズ・ S ・ジャクソン将軍が、1862年10月のペリービルの戦いで戦死した。北軍側を支持した民間人が、ラバ、 衣類、食料を北軍に供給した。ホップキンスビルの支配者は少なくとも6回は変わった。1864年12月、ハイランビーライアン将軍の指揮する南軍が町を占領し、クリスチャン軍庁舎を焼いた。この建物は当時北軍が兵舎として使っていた。終戦近い頃、西部州立病院の向かい側で北軍と南軍の間に小競り合いが起こった。 1868年、エヴァンズビルヘンダーソンナッシュビル鉄道が初めて市内を通った。1879年、ルイビルナッシュビル鉄道がこれを買収した。1892年にオハイオバレー鉄道、後にイリノイサザン鉄道に買収も開通し、1903年にはテネシーセントラル鉄道も通った。ブラックパッチ地域で産するタバコは、 ヨーロッパでの需要が高かった。1904年、タバコ農園主が、ジェームズ・ B ・デュークの所有するアメリカンタバコ・カンパニーによる独占に反対して、ケンタッキー州及びテネシー州ダークタバコ地区農園主の保護協会を結成した。アメリカンタバコ・カンパニーは、その独占権力を使って農民に払う代価を下げていた。農園主協会は、タバコの販売をボイコットする組織を作り、 販売価格を元に戻すことを目指した。しかし多くの農民が独立にあるいは密かに販売を続けたので、教会はそのような農民を従わせるために沈黙旅団を結成することになった。社会的な圧力が失敗したように見えると、沈黙旅団、おそらくデイビッド・エーモスが指揮したがないとラダーズを結成し、従わない農民にテロ行為を仕掛けた。1907年12月7日、 覆面をした250名のナイトライダーズが、ホップキンスビルの警察署を占領し、外部との接触を断った。彼らは、教会の会員ではない農夫からタバコを買う、タバコ会社の役員やそれ助けるしの役員を追求した。倉庫3棟が焼かれ、そのうち一つの後は平和公園に変わった。翌年4月、WB ケネディというパデューカのタバコブローカーが、 ロッテルダムの仲間に手紙を送り、ナイトライダーズの悪行が続くが、法は彼らを告訴し罰することができていない。彼らは夜間に悪行を行い、覆面をし、知ってることを誰にも何も告げないと制約を立てており、そのゆえに彼らを告訴して有罪にする十分な証拠が得られない。彼らは国をほとんど破滅させるまで、その悪行を続けるだろうと記していた。二千六年四月二日、 富士タスケール F3 の竜巻がホップキンスビルの一部を通過した。200件の家屋が損傷を受け、28人が負傷した。その他多くの企業の建物、樹木、電線、通信等などに被害が出て、市内は停電した。ガス管も損傷し、ガス漏れを起こした。ホップキンスビルはクリスチャン軍の36.854712。 マイナス87.488872 87に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は24.0平方マイル、62.3km であり、この内陸地24.0平方マイル、62.2km、水域は0平方マイル、0.1km で、水域率は0.04%である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ホップキンスビル市はテネシー州にまたがるクラークスビル大都市圏に属している。クラークスビル市はホップキンスビルの南約15マイル24キロメートルに位置し、2003年以前はテネシー州モンゴメリー軍とクリスチャン軍を合わせてクラークスビル、ホップキンスビル大都市圏を構成していた。2003年、 その公式名称からホップキンスビルが外され主要都市という概念がなくなった。同年、この大都市圏にスチュアート軍とトリック軍が付加された。四つの軍を合わせた都市圏は2000年時点で人口23万2000人だった。2007年7月1日の推計人口は26万1816人だった。2007年時点で国内第169位の都市圏だった。 コップキンスビル氏とクリスチャン郡には、法順500に含まれるものを含め、幅広い企業と産業がある。50以上の企業が土地の企業社会を作り上げている。様々なサービス業や製造業がある。市内には日本企業が9社ある。ドイツ、スペイン、イタリアの企業も各1社ある。 エボナイトインターナショナルが市内に本社と主要製造設備を抱えており、最古かつ最大のボーリング用ボールのメーカーである。ハンマーボーリング、ダイノ、セイン、コロンビア300、トラックインターナショナル、ロビーズなどよく知られたブランドを持っており、市場シェアも高い。世界のボーリング用ボールの60%を生産している。アグリビジネスホプキンスビル氏とクリスチャン軍には、 1790年代に入植した時から農業の強いルーツがある。トウモロコシ、冬小麦、大豆、タバコの生産では強く一貫したリーダーだった。ケンタッキー州農政省による2007年12月の統計ではいくつかの農産物生産校でクリスチャン軍が上位に来ていた。他にも重要な産品としてバレー種タバコ、アルファルファし草、 その他の干し草、牛、子牛、牛乳がある。群の面積は722平方マイル、1867キロメートルと、州内第2位であり、水系1150の農園が30万平方マイル、1200キロメートル以上の農地を所有し、作付け面積は23万平方マイル、930キロメートルある。農園あたりの面積は267エーカー。 1.08km である。農業はハイテク産業になってきており、クリスチャン軍の農夫は、器具、機械、農薬、化学品、種、その他良好な農作業全般について、教育と技術訓練を継続する必要性を認識している。この進歩的な姿勢ゆえに、クリスチャン軍は、農業の指導的存在であり続け、良好な農作業の例であり続けている。 ホプキンスビルコミュニティカレッジは農業家に特化した技術センターを持ってい地元高校の農業家には200人以上の会員がいる。4、H グループも様々な主題に1000人以上の会員がおり、極めて活動的である。商工会議所がアグリビジネス委員会を維持しており、農業ウィークを推進している。アグリビジネス委員会は地元で毎年二つの行事を推進し、新聞、 ラジオ、テレビを通じて、メディアの露出を多くしている。一つは3月のナショナルアグリカルチャーウィーク、もう一つは7月のクリスチャン軍農業週間である。年間アグリビジネス、年間農夫、結出したサービス、農業の友の4分野で、地元の農夫を表彰している。委員会はカレッジで農業コースを履修する学生に、奨学金も出している。1854年に、 西部精神病院として設立された西部州立病院は精神病患者の治療を行う入院施設である。建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。2004年の患者数は西県タッキー34軍からの220人だった。3つの施設で650人が働いている。市の2010年包括的財務報告書によれば 市内の主要雇用主は次の通りである。市内をアメリカ国道41号線、道41号線 A、道68号線、道68号線バイパスが通っており、さらにネットブレストペニーライルパークウェイ、通常は単にペニーライルパークウェイが通っている。4車線のバイパス道路がほぼ全市を取り巻いている。バイパスの南部は、 アメリカ国道68号線バイパスにつながる。連邦予算により、ペニーライルパークウェイをクリスチャン郡南部キャンベルトリで近くを通る、週間高速道路24号線まで延伸することが承認された。建設は3段階で行われ、2010年に完成したが、2011年初期の開通だった。ホップキンスビルへの空路利用は、 テネシー州のナッシュビル国際空港を利用する一般用途空港のホップキンスビルクリスチャン郡地域空港には長さ5502フィート1700メートルの滑走路がある1860年代後半に鉄道の建設と運行が始まり農産物や工業製品の市場と結んだ1868年4月8日 エバンズビル・ヘンダーソンナッシュビル鉄道が初めて市内を通った。この線は後に北のヘンダーソンに延伸され、1879年、ルイビルナッシュビル鉄道、現在の CSX トランスポーテーションがこれを買収した。1892年にオハイオバレー鉄道、後にイリノイ・サザン鉄道に、買収がグレーシーからホップキンスビルまで開通し、 これを1897年に、イリノイセントラル鉄道、現在のイリノイセントラルガフが買収した。この線は1980年代に廃線になった。1903年には、テネシーセントラル鉄道の西部事業部がエッジョエッジオブテネシーで、クリスチャン軍に入り、クラークスビル市とホップキンスビル市をつないだ。1990年、ホプキンスビルからキャンベルトリでの部分は、 アメリカ国防総省が運営した。1869年に設立されたケンタッキーニューエラは市内と周辺地域のための日刊誌である。ソース16テレビジョンは地元の低出力テレビ局である。2012年、オハイオバレーリーグにホップタウン・ホッパーズが加わった。このチームは1970年代半ばまで k IT リーグでプレーしたホッパーズから名称を取った。 コプキンスビル氏は、クリスチャン軍公立学校学区に属している。小学校10校、中学校3校、高校2校がある。2015年から2016年の教育年度では、予算の問題で学区の再編と学校の並行が行われる予定である。ノースドライブ中学校が小学校に転換され、デイシー、ホリデー、ベルモント各小学校が並行になる。 ペンブローク小学校は大々的な改修が行われ、平行ではみ出した児童を吸収する施設を追加する。この教育年度には、学年も編成外され、6年生が小学校に移る。市内に、私立学校が3校ある。地域の気候は厚く湿気た夏と、温暖から、冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、CF に区分される。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。